もし体の自由を奪われたら君は正気でいられるかな。1998年3月2日、韓国ヒョンギとプジョン市ドダンドン、午前1時ごろ火災が発生したと通報が寄せられた。火元となったのはこの町にあったごく普通のビデオ店。幸いなことに火は間もなく消防隊によって消し止められている。その後店内に入った消防隊員は床に倒れている人物がいることに気がつく。見つかったのはこのビデオ店を経営する男性、キム・ヨンテク39歳。彼はすでに死亡していた。発見状況から考えれば火事から逃げ遅れて命を落とした。誰でもそう考えるところだろう。しかし横たわるヨンテクの遺体はその考えを完全に否定していたんだ。というのも見つかったヨンテクの体は包帯とテープでぐるぐる巻きにされていたから。アルゴ X プレゼンテッドバイアルゴメトリー。アルゴメトリーの姉妹チャンネルであるこのアルゴ X で支配人を務めるレナ・テミスだ。今回は韓国で見つかった謎の変死体について。火災現場から見つかった男性の体はまるでミイラ男のようにテープでぐるぐる巻きにされて放置されていた。男は一体どんな殺され方をしたのか、そして犯人は何者なのだろうか。これは他者を信頼すること、そして裏切りが招いた怪事件だ。世にも奇妙な遺体。1998年3月2日、韓国のヒョンギとプチョン市が今回の舞台。深夜1時を過ぎ、この時間まで外に出かけていた女性、キム・ソヨンの元に一本の電話がかかってくる。不思議に思いながら電話に出たソヨン。その顔は、みるみるうちに青ざめていく。電話をかけてきたのは、警察だった。あなたがご主人と一緒に経営されているビデオ店で火災が発生しました。火は消し止められたのですが、ご主人が遺体で発見されました。真夜中の電話は最悪の知らせをもたらした。しかしこの後彼女はさらなる衝撃的な事実と対面することとなる。連絡を受けたソヨンは警察に教えられた遺体安置所に急いで向かう。そこには変わり果てた姿の夫キム・ヨンテクが横たわっていた。これは一体どういうことですか？夫に何があったんですか？泣き殻となった夫の姿を見て取り乱す妻ソヨン。しかしそれは突然訪れた夫の死を単に受け入れられなかったというだけではない。夫の遺体の状態があまりにも奇妙だったからだ。ヨンテクの遺体は包帯とテープでぐるぐる巻きにされており、それはまるでミイラのよう。また頭には布団とビニール袋がかぶせられていたんだ。そう、ヨンテクは火事から逃げ遅れて命を落としたのではない。これは間違いなく殺人事件だった。ヨンテクの体には殴られたような跡も残っていた。おそらく犯人は証拠隠滅のためにビデオ店に火を放ったのだろう。そしてヨンテクの死に関して不可解な点は他にもあったんだ。警察は当初ビデオ店が強盗に狙われ、店主であるヨンテクが襲われたのではないかと考えた。しかしそれなら時間をかけてヨンテクをわざわざぐるぐる巻きにする理由がわからない。また火事の通報をした近隣住民に聞き込みを行った結果、揉めるような声や争う物音なども一切聞こえなかったという。そして最も不可解だったのは抵抗したような痕跡が全く残っていなかったことだ。通常このような殺人事件の場合、被害者が抵抗した跡が体あるいは現場に残されている。しかしそれがどこにも見つからなかったんだ。検視官は頭を抱える。まるで被害者は自ら望んで縛られ、そして殺されたようにさえ見える。そんな手詰まり状態の中、警察はヨンテクの交友関係や身辺調査を行った。そして犯人につながるかもしれない唯一の情報を手に入れるんだ。それは殺されたヨンテクにかけられていた多額の生命保険。その額を日本円に換算すると約3700万円にもなるんだ。こうなると一気に怪しく感じられる人物が一人いるね。果たして彼女は事件と関わっているのだろうか。屋根裏の同居人。すいません、おっしゃっている意味が分かりません。取調室でそう話すのは殺されたヨンテクの妻ソヨン。つい最近になってかけられた多額の生命保険、その受取人であるソヨンに疑いの目が向けられるのも当然のことだった。ですからあなたの旦那さんには高額な生命保険がかけられているんです。そのことについて説明をしてください。しかしソヨンの反応は意外なものだった。私本当に知らないんです。もちろん彼女が嘘を言っている可能性も捨てきれない。
しかしある事実が彼女の潔白を証明していた。事件当日、ソヨンは一日中外出しており、そのアリバイを崩すことはどうしてもできなかったんだ。ソヨンの容疑が晴れたのはいいことだけど、捜査は振り出しに戻ってしまったね。警察は改めて事件現場となったビデオ店をくまなく調べることにしたんだ。事件現場の捜査をしていた警察官は辺りを見回しながら眉を潜めていた。あの男、昨日もこの辺りをうろついていたぞ。警察官が見つけたのはビデオ店の近くを何度も通りかかる若い男。怪しんだ警察が男の身元を調べると驚きの事実が明らかとなる。その男は死んだヨンテクとその妻ソヨンが住む家の屋根裏に住んでいる人物だったんだ。26歳のその男の名はイム・ソンピル。ソンピルはヨンテクの経営するビデオ店で働きながら家の屋根裏部屋を借りて生活をしていた。何度も現場付近をうろつき不審な動きを見せるソンピルを怪しんだ警察は彼を緊急逮捕。しかし事件現場をうろついていた理由やヨンテクの事件について聞かれても、ソンピルはずっと黙り込んだまま何も答えようとしなかったんだ。ソンピルのこのような態度には警察も困ってしまっていた。しかしある問いかけをした途端、男は豹変する。無言を貫くソンピル、しびれを切らした警察はこんな質問をぶつけた。なあ、妻のソヨンさんが怪しいとお前も思わないか？ふざけるな、奥さんが犯人なわけがないだろ。それまで黙り込んでうなだれていたソンピルが急に声を荒げたんだ。この反応を見て警察はソンピルが事情を知っているものとみて追及を始める。再び黙りこくってしまったソンピルだったが、ようやく観念したのかこう話し始める。店長のヨンテクを拘束したのは僕です。でも殺したのは僕じゃない。ヨンテクを拘束したことを認めたソンピル、しかし殺したのは自分ではないという。これは一体どういうことなのだろうね。ソンピルとヨンテク、被害者と容疑者2人の関係性に迫っていこう。救う男、救われる男。第一容疑者とされた男、イム・ソンピル。そんな彼の幼少期は幸せとは程遠いものだった。ソンピルが幼い頃に母親は家を出たきりで帰ってこず、顔すら知らなかったんだ。そのためソンピルは親戚の家に預けられて育っていく。親戚の家にいても居心地の悪さを感じていたソンピルは19歳になると一人暮らしを始め、ソウルで仕事を見つける。しかしソンピルは職場にうまく馴染むことができず、いじめの対象になっていたようだ。耐えられなくなると仕事を辞め、また新しい仕事を探すという生活を繰り返していたソンピル。様々な職場を転々としてきたが、ソンピルを雇ってくれるようなところはどこも職場環境が悪く、仕事も過酷なものばかりだった。また彼には友人もおらず、ソンピルはずっと孤独だったんだ。俺はこれから先もずっとこんな人生なんだろうか。母親から愛情を受けられずに育ったソンピルはどうやってコミュニケーションを取ればいいのかわからなかったのかもしれないね。そのことも影響したのか、彼はある精神疾患を患っていたと言われている。ここで本日のメトラーキーワード、妄想性障害について。精神医学において妄想とは、事実と異なる情報に対し絶対的な確信を抱き、一切の訂正を受け入れられない状態のこと。そしてその妄想を抱いた状態が長期間続くことを妄想性障害という。妄想性障害には悲哀型、誇大型、嫉妬型、身体型などと呼ばれる型が存在するが、ソンピルは被害型と分類することができる。その名の通り、被害型とは被害妄想を抱き、見張られている、嫌がらせを受けているなどの思いにとらわれること。この妄想を抱いた人は時には想像上に受けた被害に対し暴力で報復することもあるというんだ。しかしそんなソンピルの運命を変えるある人物との出会いが訪れる。その人物こそ新しい職場で出会ったキム・ヨンテクだった。ヨンテクは若くして苦労ばかりしているソンピルを心配し、何かと気にかけてくれた。とっつきにくい性格のソンピルだったが、二人は偶然にも生まれ故郷が一緒。ヨンテクは時々自宅にソンピルを招き、食事をご馳走してくれることもあったんだ。ソンピルも初めて自分に優しくしてくれたヨンテクのことを兄さんと呼んで慕うようになる。そんなある日のこと。俺今度ビデオ店を始めるつもりなんだ。よかったらお前従業員として働かないか。住まいもこっちで用意するぜ。過酷な労働環境と人間関係で失敗することが多かったソンピルにとってこれは救いの手だった。こうしてソンピルは開店したビデオ店で働くようになり、夫婦の家の屋根裏部屋に住ませてもらうようになったんだ。とても良い関係に見える二人だが、この後事件は起こってしまっている。二人の間に一体何があったのだろうか。ちょっと話いいか。お前に頼みたいことがあるんだ。その日の夜、仕事終わりに店長のヨンテクはソンピルを呼び止めていた。お前は俺を助けてくれるよな。
そう言って圧をかけるヨンテクの危機迫る様子にソンピルはうろたえる。そうしてヨンテクはある計画について話し始めた。実はヨンテクの営むこのビデオ店はこのところ客足が悪く厳しい経営状況が続いていた。収入も減り生活は苦しくなる一方、妻のソヨそして従業員であるソンピルにも苦労をかけていることを申し訳なく思っていたヨンテクはこう切り出す。そこで俺は自分に多額の生命保険をかけたんだ。だからお前には俺のことを怪我させてほしい。なんとヨンテク自身が生命保険をかけていたんだ。頭に怪我をすると最大で750万円ほどの大金が手に入る契約だったそうだ。ソンピルは悩んだ。いくら大金のためとはいえ兄のように慕っている人物を殴るなど到底できない。無理ですよ、一緒に頑張って店を立て直しましょうよ。しかしヨンテクの決意は固かった。お前には報酬として保険料の3分の1を支払う。だから頼む。もちろんソンピルも生活が豊かなわけではない。金は当然欲しい。わかりました、やりますよ。困っているヨンテクを助けられるのは自分しかいない。そうも考えたソンピルはしぶしぶヨンテクの計画に乗ることを了承したんだ。身柄を拘束された後ソンピルが語った事件の始まりだった。つまりもともと殺意はなく誤って殺してしまったというんだ。確かに一応の辻褄は合っている。しかし奴はまだ何かを隠している。そう考えた警察はソンピルが住んでいた屋根裏の本格的な捜査を開始する。暗い部屋だったが一通りの家具は揃っており、日常生活を送るのには問題なさそうだ。家宅捜索の結果警察は一本のビデオテープを押収している。その中身を確認した警察官の顔がみるみるうちに青ざめていく。そこに映っていたのはソンピルがヨンテクを殴り殺す様子。どういうわけか事件の様子をビデオに収めていたんだ。動かぬ証拠が見つかったわけだが、この後事件は思わぬ方向に進んでいく。これは強烈な恨みと妬みを伴った恐るべき殺人事件だったんだ。恩人への復讐。犯行を収めたテープが見つかったというのに当のソンピルは落ち着いた様子だった。そしてそのビデオは2人の合意の下で撮影したものだというんだ。保険金を受け取った後2人で揉めないためにあえて証拠を残したんだ。そのビデオを見てもらえれば殺意などなかったことがわかるはずです。しかしこのテープに収められていた内容はソンピルが言うような生優しいものではなかった。そこで警察は取り調べ室で彼自身にそのビデオを見てもらうことにしたんだ。OK です、カメラ回し始めました。閉店後のビデオ店に佇んでいるのは店長のヨンテクと従業員のソンピル。本当にやるんですね兄さん。ああ、お前は俺の頭を殴って怪我させる、気絶させるくらいのつもりで来いよ。体に包帯とテープが巻かれ体の自由を奪われているヨンテク。このような処置が取られたのは無意識に頭部を守ってしまうのを防ぐためだった。さらに血が飛び散らないようにと頭を布団とビニール袋で包み込む。準備は万全だ。じゃあ行きますよ。ソンピルの手には凶器となるレンガが握りしめられている。よしやれ。ソンピルは思いっきりレンガを振り下ろし、ヨンテクは思わず痛みで声を上げる。ここまでは計画通りだった。しかしソンピルはその手を止めようとしない。俺たちの邪魔をしやがって、俺の方があの人幸せにできるんだ。ヨンテクの体が微動だにしなくなったところでビデオは終了。確かに強い殺意を抱き被害者を殺害するソンピルの様子が捉えられていたんだ。しかしソンピルはこの映像を見てもなお殺意を否定、事件当日のことは全く記憶にないと主張し始めたんだ。そこで警察はある事実をソンピルに突きつける。それは殺されたヨンテクの妻ソヨンとソンピルが不倫関係にあったこと。実はソンピルに優しくしてくれたのは夫のヨンテクだけではなかった。彼の妻ソヨンも愛情深くソンピルに接してくれていたんだ。母からの愛情を受けたことがなく女性に縁のなかったソンピルはすっかりソヨンに惹かれていく。そしてそれはいつしか男女の関係となる。夫ヨンテクが眠った後に密かに2人は性交渉を行うようになっていたんだ。ソンピルにとってソヨンは女神のような存在だったのだろう。彼はこう考える。彼女のことを
すべて知りたい。その願望をいびつな形で叶えることになる。ソンピルは夫婦が暮らす部屋すべてに監視カメラを設置したんだ。なんとソンピルは屋根裏からこの夫婦の様子を常にモニタリングしていた。それは夫婦が交わす何気ない会話から性生活まで全てを監視していたソンピルだったが、陰謀のためか夫婦仲が冷えていたことに加え嫉妬の感情もあったのだろう。恐るべき結論に達してしまう。僕なら奥さんのことをもっと幸せにできるのに。こうしてソンピルはもともと恩人であったヨンテクの存在を消すことを思いつく。そんな中でヨンテクから提案されたのが例の生命保険を不正にもらう計画だった。偶然ではあったが、邪魔者を亡き者にするまたとない機会が到来したんだ。また動機について、逮捕後に彼を診断した医師はこうも述べている。ソンピルは殺されたヨンテクが実は自分たちの不倫関係に気づいているという妄想を抱いていた。そして無理やり引き離されることを恐れ殺害に至った可能性がある。結局のところソンピルは殺した記憶はないという主張を変えることはなかったため、これ以上のことはわからない。裁判では妄想性障害という精神疾患をどう捉えるかが焦点となったが、計画の準備が用意周到であったこと、店を放火し証拠隠滅を図っていることから無期懲役が言い渡されている。ヨンテクは信頼して保険金を受け取る計画を持ちかけたのだろうが、その相手であるソンピルは自分への殺害計画を練っていた。どれだけ自分が信じていても相手が本心でどう思っているかは誰にもわからない。何にせよ生殺与奪の権を他人に握らせてはいけないね。